こんばんは。さあ皆さん方、今夜はいかがお過ごしでしょうか。今夜も大変楽しい映画でごゆっくりとおくつろぎいただきたいと思います。今夜は大変珍しい映画をご紹介したいと思いますね。なんとアーノルド・シュワーツネッガーのヘラクレスという作品なんです。アーノルド・シュワーツネッガーがなんと1970年に主演した映画なんですね。若い頃の映画でございます。もちろんこの作品は劇場未公開でございましてね、テレビ初登場というわけで、この大変珍しい作品を今日皆さんと一緒に見ることができるわけですね。さてヘラクレスと言いますと、皆さんよくご存知ですね。ギリシャ神話に出てくる神様ですね。ゼウスの息子なんですけど、筋骨隆々、まあこれが強いのなんの、勇猛果敢、悪者をバッタバッタとやっつけるものすごく強い神様なんですね。前にスティーブ・リーブスという俳優さんがヘラクレスという作品に主演いたしましてね、この映画が劇場で公開されましたらものすごく当たりましてですね、業界の大変な話題になったわけです。それを今度はですね、このヘラクレスをなんとアーノルド・シュワルツネッガーがやろうというわけです。しかも今度のアーノルド・シュワルツネッガーはですね、なんと歴史劇だけではなくてニューヨークへ行って大活躍するわけです。しかも現代のニューヨークで大活躍するわけですね。ですからギリシャ神話の世界と現代のニューヨークとのこのギャップ、これがものすごく面白いわけですね。まあアーノルド・シュワルツネッガーといいますとターミネーターがありました、さあコマンドもありました、そして最近はレッドブルという作品がありましたね。彼がソ連の刑事になりましてですね、シカゴをやってまいりまして、シカゴの混乱の中でもうめちゃくちゃなことをやっていく、まあ面白い作品でございました。まあ最近彼の人気はぐんぐんうなぎ登りでございましてね、もう大変なうなぎ登りでございましてね、まあそれだけにですね、シルベスター・スタローンと並ぶビッグスターになってるわけですね。その彼が若い頃に主演した映画、アーノルド・シュワーツネッガーのヘラクレス、これは大変珍しい作品です。今日はですね、その面白さをじっくりと味わっていただきたいと思います。どうぞ。標高2918メートルといわれるギリシャ第一の山オリンポスの山頂に、神話の主神ゼウスとその十二神が住んでいた。そして時々地上に降りてきては人間の生活を見守っていたという。父上、絶対に行きます。ヘラクレス、お前はこの山から出てはいかんのだ。マルスは旅に出ています。マルスはそれが任務だ。彼は戦の神だから常に旅をして平和の守りについているのだ。だから今も弱い人間を助けに地上へ行っている。ちょっと地上を覗いてくるだけです。行けば必ず厄介なことになる。何千年もここにいるんだ。飽きたよ。わしの話を終わりまで聞け。第一、お前は知らんだろうが、人間の世界はお前が想像しているような楽しいところではない。近頃の人間どもはすっかり堕落してしまった。あのような場所へ行ったところでがっかりするに決まっておる。自分の目で確かめてみます。俺はもう同じ顔同じ毎日に飽き飽きした。いかんと言ったら絶対にいかん。さあいかがでした。まあ歴史劇でもあるんですけども、その一方ヘラクレスをなんとニューヨークへほっぽり出して、そこで冒険をさせるという、この現代と神話の世界、このギャップがえらく面白かったですよね。さてアーノルド・シュワルツネッガー自身にはですね、私一度会ったことあるわけですね。
隣に並んでいました。大きいんですね。まさに筋骨隆々、もう背広着てますので、もうこれがもうはみ出すような感じなんですね。すげえなーと思って見てました。しかしですね、彼の素晴らしさはただ単にそういった形だけではないわけですね。頭がものすごくいいわけですね。そしてユーモアのセンスがあるわけですよ。そしてね、周辺を常に笑わせ続けるわけですね。まあ、これがね、ものすごく雰囲気を明るくしてしまうわけですね。ですからね、彼はね、シルベスター・ストラノと並んでこれからも本当にアメリカ映画界を背負って立つすごい大スターになっていくんじゃないかな。まあ、私はそんな予感がしたわけですけどね。皆さんもきっとアーノルド・シュワルツェネッガーお好きではないかと思います。さて来週でございます。来週は皆さんお待ちかねの久しぶりのアラン・ドロンの映画ご覧いただこうと思います。しかもジャンポール・ベルモンドと蝶々ハッシュの共演をいたします。ボルサリーノという作品ですね。まあ、アラン・ドロンとジャンポール・ベルモンドの共演なかなかないわけです。しかもスターとして蝶々ハッシュの作品というのはこの作品一本なんですね。まあ、それだけに2人の友情、そしてライバル意識、それがもうむき出しになっているわけですね。舞台は1930年代のマルセイユです。さあ、ギャングの闘争です。その中で2人がどんな友情を展開するんでしょうか。ボルサリーノ、どうぞお楽しみに。それではまたこの番組でお目にかかります。ごきげんよう。